どうもピエです。今回の企画なんですが、5000円でキャンプできるかという企画をちょっとやってみたいなと思います。視聴者の方が、キャンプ初心者ですっていう方が非常に多いみたいなんで、最初費用をかけずに、まあキャンプ道具って高いじゃないですか。1個スノーピークとかだったら、まあ1万円2万円それぐらいしちゃうと思うんですけど、100均のダイソーとかセリアさんとかすごいキャンプ道具いろいろ出されてて、安くてもキャンプできるんじゃないかっていうことをちょっと今回証明したいなと思います。でですね、キャンプ道具、セリアとダイソーでちょっといろいろ買ってきたんですけど、簡単にご説明すると、この上の段がセリアで買ったものです。この段がダイソーで買ったものです。テントだけ売ってなかったんで、アマゾンで2580円で購入しました。なんでテント以外のものを、まあ、100均でちょっといろいろ揃えてキャンプしたいなと思います。今回前編で何のキャンプ道具を5000円以内で選ぶかっていうことを今回ちょっとテーマにやりたいなと思います。後編では実際にその選んだキャンプ道具で実際キャンプ場に行ってキャンプしてみたいなと思います。まず簡単にバーっとこうご紹介していきたいんですけど、でこちらダイソーの段ですよね。椅子1100円、寝袋1100円、でこちらステンレスのお皿みたいなやつ200円、燃焼用ごとくこれ100円、折りたたみスプーン折りたたみフォーク100円、でこれなんかメスティンの専用網これ100円、寄付希望100円、メスティンハンドル付き1号用500円、でシェラカップ赤と黒が100円、これプラスチックの素材のシェラカップです。で上段のセリアなんですが、保険燃料100円、着火マン100円、アルミの保温シートちょっと何巻使えるかなと思いました。あとこれ枕ピロー100円で、レジャーシートこれ 180cm180cm のが100円、レザースティックとかやるのと麻ひも必要かなと100円買いました。まあざっとこんな感じです。この中から5000円分選んでいきたいなと思います。まず優先度高いところからいきたいなと思います。テント、これが2580円、電卓で打ちながらちょっとやっていきます。今ちょっと夏なんで、まあ、寝袋はなしでもいけるかなと思ってます。なのでちょっと寝袋なしでいきたいなと思います。なしで。椅子がこれ1100円なんですけど、予算圧迫されるんで、もう少し検討して、まず、メスティン。これ500円ですね。今3080円。でですね、焚き火台がないんですよ。かといって、固形燃料とメスティンだけで、まぁ、ちょっと夜ご飯は少しだけちょっと合成にしたいじゃないですか。まあ食材費とかはまた5000円とは別にするんですけど、ちょっとお酒とかも飲みたいんで、直火のキャンプ場にしようかなと思ってんですよ。ちょっと裏技っぽい感じですけど。なんで、まぁ、皮膚規模。これはまあ必需品かなと思うんで、皮膚希望100円。現在3180円。朝ごはんはちょっと固形燃料で簡単にメスティンで料理作りたいなと思ってて、そうするとまあ五徳が必要なんで、まあ五徳。3280円。固形燃料で簡単に作れる料理ちょっと作りたいなと思って、固形燃料。3380円。カレーとか、まあ、もしかしたら食べるかもしれないんで、スプーン。3480円。ちょっとシェラカップで簡単につまみとか作りたいですよね。とりあえず1個、シェラカップ。まあ3580円。若干まあ必要だな。3680円。まあもし雨とか降ったら必要になるかもしれないんで、レジャーシート3780円。テントがどれぐらいの質かちょっとわかんないんで、アルミシートこれ3880円で考えると、椅子もいけそうっすよね。椅子チョイスします。1100円。まあこの辺はちょっと使わないんで、これで今4980円なんですよ。夏だから寝袋なしでも多分いけると思うんで、はい、今回キャンプに持っていくものは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 計11点でいきたいなと思います。で、食材とか飲み物とかリュックサックとか服とかそういうものはキャンプ道具としては入れてないです。それ入れちゃうとなかなか収まらないんで、果たしてこれでキャンプできるのか、まあ、ちょっと自信ないですけど、まあ夏なんでいけんじゃないかなって思ってます。足りないものは自然のあれでなんとかしてやりたいなと思います。椅子だけちょっと一回座ってみたいと思います。1100円ってでもめちゃくちゃ激安ですよね。身長180の体重85キロぐらいありますけど、いけるかなこれ。こんな感じです。悪くないですね。ビールも入れられるし、長時間使ってどうなのかっていうのは実際にキャンプしながらレビューしたいなと思います。これで次回ですね、実践編ということで、実際にこの11点キャンプ道具使って快適に楽しいキャンプをやってみたいなと思いますので、ぜひそちらもお楽しみに。それでは実践編で会いましょう。